んなとこにあったって。そうですね、この間が、このグッと上に登ってね、上のところに来たのに、こんなとこにあるんだってね、言ってた記憶がありますね。6メガだけ、パーキングエリアが出てくる。やっぱここも出て、そのまま行ってみましょう。はい、あれからコーヒー買ったのかな。ここかな。あ、そうや。予報のスタンドには良かったけど、ついて雨だったら、どうもともともねえな。でも気をつけない。結構本当に落差が激しいですかね。東海北陸とか山長いっていうのもあって、同じスロットルで安定にしてても20キロぐらいさっと回ってきますもんね。パッってびっくりした。そっと落ちてましたね、スピードが。認識あまり良くなったら結構ですね、これくらいの車の感じだったらいいんですけど、もうちょっとね、もう車なんですけれど、追突ってことで、追突最低の遅いから、ね、意外と。うわ、また技術が持ってる。わ。ですね。ほらね、駅に着いたところでこんだけ雨降ってるとやばいな、元々もねえことになってしまうな。でも前回も雨っていうのは、ほら、降りたら雨降れたもんね。あ、すごい雨だわ。で登ってた、そこは分かりやすいですね。だいぶ登ったところから急に、平段じゃなくて、多分下りでしょうね。お、下る、下る、下るよ。水平感覚は本当にこう、平らなところがないね。登ってるか下ってるかだもんね、本当に。着いた時に病んでたらちょうどいいんだけどな。そんな都合よく行けるかな。ワイパーのスイッチのオンが大変だ。コンデンタカーが多いんでね、
まあもちろん圧倒的に走りやすいですからね。一瞬出た時にまたワイパーを吹かしていたので、でワイパー止めて、またワイパーを吹かして、また止めて。せわしない。でも言い換えればこれトンネルがなかったらもう山向き雨に打たれながら走らないときなんかトンネルですからね、大変ですよね。そう考えるとありがたいですね。そう考えるとあ、ちょっと待って、あ、ダメだ、迷惑。強くなってきたな、大丈夫かな、これ。自動車教育、あなたが今ここにあるんだ。へぇ。ライトアップ再現してるんで、すごいですね。ライトアップ再現だな。